はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。ではね、ポケモン初代くらい進化なしでクリアしてやんよ。今回はこの子。はい、鬼スズメね。小鳥ポケモン。30センチ2キロ。この小柄なこの子で頑張っていきましょう。草むらの虫などを食べる。羽が短いためにいつも忙しく羽ばたいている。なるほど、可愛いですね。はい。まあ、鬼スズメにした理由っていうか、まあ、理由か。あの、22番道路、こっちの22番だっけ?で、合ってると思うんですが、で、最初に出会ったのでいいやって思って。まあ、候補、あそこ何出るっけ?まあ、コラッタかポッポか、鬼スズメ?マンキー出たか忘れちゃったな。で、行こっかなーって思って、まあ、鬼スズメ出たんでね、鬼スズメで行こうと思います。はい。これやってる時ぐらいにね、リドランが出ているはずなんですが、あとが出てるんですけど、まあ、リドランはね、まあ結局、あれは、なんていうの?デモンストレーションというか、あれですよ。まあ、こういうのやりますよという動画に近いよね。うん。まあ、簡単なのは分かってたから。まあ、簡単なのが分かってるからか分かんないけど、とても人気がない動画になりましたね。名前は焼き鳥ね。かわいい。俺、焼き鳥焼け、うん、ちゃんと炭火焼き鳥屋さん、やってた時期あるんで、やってた、働いてた、働いてた、の業態でやってた時あるんでね。ちゃんと焼き鳥焼けますよ。備長炭でね、焼いてましたよ。はい、4レベル。まあ、なんで、こっから、本番ですよ、要は。鬼スズメはどうですかね?まあ、鬼スズメ、種族地位から見とく?まあ、HP119 位。なるほど。攻撃、種族地60の98位。60もありますね。防御30の143位。防御飛金か。特殊も31で139位と。ああ。まあ、素早さ70の66位。まあ、それがありがたいね。素早さと攻撃が高いんでね、多少。高いって言うのかな?まあ、高いっちゃ高いか。まあ、合計出属地231の141位と、まあ、下に10体もいるね。まあ、なんとかなるんじゃないかなって思ってますね。あ、まあ、あと、そう、22番道路で出るやつからやろうって思ったのは、まあ、ちょっと命令も聞かないのはね、ちょっとまだやる心の準備がね、し終わってないので、うん、許してください。ちょっとまだね。それをやるね。心持ちがないですね。まあ、ちょっとでもレベルは上げてね、いきたいよね。まあ、とはいえ、いつもたけしは十何レベルで倒してるしね。うん。あ、10レベル前か。霞を倒せば、まあ、その後はって感じ。まあ、命令聞かない状態で、なんか進化しない状態で魔術をね、低レベルでクリアできるのかっていう問題はちょっと気になってます。まあ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 。まあ、命令聞くこの子だったらまあ多少やれそうだなって思ってますけどね。まああとドーピングね、まあドーピングもね、まあちょっと使いすぎかなって思ったんですが、まあどうだろうな。翌アタールはさ、鬼スズメとかだと意味ないので、どうせ使わないからね。まああんまやりすぎてもって感じだけど、考え中です。うん。まあなるべくね、すごい使わないで倒してはいこうかなって思いましたね。ニドランをやった結果。まあでも完全にさ、最初、一回の敵に何個までとかとも思ったんですけど、完全に積んじゃう可能性があるので、まあちょっとまあいい感じにやっていけたらなーって思ってますね、そのあたりは。レベルはサクサク上がるよね。まあレベルも上がりやすいし、技も早く覚えるからね。まあそこら辺を活かして序盤は、ちゃちゃっと行きたいよね。では1万光年の人ね。まあ、言うこと聞くポケモンは、レベル上げさせてもらいたいね。うん。
行こう、焼き鳥。さすがに素早さが出ないか。うわ、強すぎ。え？あー、負けたね。ダメージがびっくりするぐらいでかいですね。お疲れ、焼き鳥。あ、急所。勝てそうもねえわ。はい。はい。たけし行こうかと思ったんだけど、9レベルで睨みつけるを覚えるので、回復して勝って睨みつけるを覚えていこうかな。まあ、鳴き声最初に入れればいいか。ミスったな。鳴き声一回入れとくか。鳴き声入れの、回復しの、すぐで倒しましょう。まあ、急所出たら意味ないんだけどね。あ、でも、あ、5？ こんな減るの？半分も減った。うわー、意味ない。意味ないじゃん。意味ない。最初に鳴き声しなきゃダメだった。はい。まあ、ちょっと一つのミスがね、大きな失態につながってしまう。これ自力でとか技かな。まあでも、ドリルくちばし、高速移動もさ、バッチ効果で能力値上げれるので、ありだよね、結構。オウム返しもある。オウム返し、ドリルくちばし、高速移動、もう一個なんだろうって感じかな、今のところの候補としては。まあ、やっぱなぁ、ニドランとは、ちょっとね、っていうか、レベル上がらんのかい。あー、よくないなぁ、これは。倒す気起きないなぁ、さすがに。いやー、ちょっと厳しいな、おい。中毛ばっかやんな。いや、ちょっと3度も攻撃力高いな。こいつ強いな。勝てないです。もういいや、石つぶていきましょう。はい。もういいです。1万光年の人なんかに構ってる暇はない。鳴き声すれば石つぶてぐらい倒せる。石つぶてさえ倒して睨みつける6回やれば、多分、PP も持つ。多分ね。ジョーラ先輩、行きましょう。どうやって、あの格好で家から来てんのかな？ジムに住んでんのかな？どっちなんだろう？鳴き声で。あ、でもこいつ丸くならあんのか。どの道睨みつけるは石つぶてではいらないんだね。なるほど。いやーい。え？石つぶての初手体当たり急所って何？なんかなー、今日も悪いなー。急所であんな受けるってことは途中で急所受けたらもう普通に負けんのか、やだなー。石つぶてのこのたけしの石つぶて急所負けってマジ腹立つんだよね。まあ頑張っていきましょうかね。あ、急所で2与えてるか微妙ですね。あんなにつついたら引き橋折れちゃうよ。まあこれ繰り返すだけなんで、ここはもう飛ばそうかな。うん、では飛ばします。はいはい、ということでここまで減らしました。 OK、お疲れー。急所ナイス。急所めっちゃ出したな。で、レベル上がる。はい。睨みつける。これでいけるでしょう。睨みつけるをして全然与えない場合はまずいですね。あ、我慢ね。オッケー。まあ、鳴き声から、鳴き声から入る必要もねえな。多分。睨みつけちゃおう。睨みつけまくります。ガン飛ばしてやるぜ。よくない。こっちが必死に2回やったのを1回で解決しやがった。あー、よくないね。攻撃的だな。うわー、強っ。12ダメ。さすがに鳴き声だな。まあとはいえな、別にこんな長期戦するつもりもない。こっちはこれで6回ね。何してくる。まあ、何してくるにしてもつっつくでいいか。オッケー、10ダメね。あ、全然与えない。え、無理じゃないこれ。これもしかして無理なのでは。 PP 足りない疑惑ある。 PP
HP 足りない系か、もしかして。いや、ワンチャンあるか。2422。いや微妙。いや微妙というか絶対無理か。悪あがきまで粘んのこれで。ミスったな。でもこれさ、石つぶて、いや石つぶてでさ、睨みつけるあったとこで無理なのよ。丸くなられちゃうから。7。いや微妙ですよね。ギリギリいけそうな気もすんだけど。ギリギリいけない気もするけどね。怖いですね。はい。突発、一発、あ、いけそうだな。体当たりも、あ、まあまあ受ける。一発、あと5発?あー、微妙。4発。無理じゃない?無理これもしかして。すげえやだな。急所出たらそんで無理だな。1、2、いやー、マジか。マジなのか ?3、うん。嘘だと言ってくれよ。嘘だと言ってくれ。頼む。はい。OK、危ねえ。ははは。ぴったりだったー。あぶねえ。すげえめんどくさい旅になるとかあった、いきなり。鳴き声と睨みつけるの PP をね、減らしてから来なきゃいけないとこでしたね。よかったー。マジでよかった。石つぶてで異常に急所出たんだよね。あれ出なかったらやばかったわ。で、我慢ね。ワンチャン我慢で頑張ればどのポケモンでもクリアできんじゃねえかな。よし、では行きましょう。まあ、スーパー我慢使いの俺としてはね。この戦略もあり。我慢四天王で使えなくはないよね。てか、あと俺よく考えたらさ、あれだな。毒タイプだから、四天王のカンナって眠るしかしてこないから、勝てるわって思ったけど、眠るされたら永遠に倒せないんじゃない?どうなんだろう。まあでもそうか、そういうのもあるからプラスパワーとかね、使わないと厳しくなっちゃうよな。塩梅がむずいよね。このように絶望しているビードル。糸を吐くね。まあやりながら調節していきますね、ドーピングに関しては。ほら、この焼き鳥と一緒にね、頑張っていくよ。なんか全然レベル上がらんな。焼き鳥で一番好きなのは、あー、まあむずいんだよな。まあ、ハツとネギマかな。結局、だいたい焼き鳥屋行けばうまいけどね。はい。そして、まあ、あとこの辺はもう余裕だよね。あと15でね、まあ、最強の、乱れ好きを覚えるので、あの29でドリルクチワシはでかいな。結構あとここのツツクが強いからね、そもそもオニスズメの。うん、いやでも待って、ちょっと耐久性がなすぎるな。ダメージでかすぎない？12も受けんじゃん。はい、いやちょっときついな。あ、オッケー、電光石火じゃないの、優しい。いや本当はさ、ここだったから行きたかったの。鬼スズメじゃなくて。でも、ちょっとやっぱニドラン押すが簡単すぎたから、良くないなって思ってさ、まあ鬼スズメにしたんですよ。褒めてください。鬼スズメは多分結構むずいですよ。正直なところ。これはむずいと思ってますよ。いやー、なんだよ。何回目だっけ、これ。あぶねえ。いけると思ってつつくやろうかなとも思ったから。やれるとこだった。まあ、コラッタは絶対簡単なんだよな。まあ、怒りの前歯もあるしね。だからさ。あ、でもあと、あれですね。リクエストもいただき始めたので、次からはね、そっちやっていこうと思ってるんですが、まあ今もらってるのが、たまたま、ポッポ、
ドデマン、サンド、プリン。どうでしょうかね。まあ、あとサイフォームか。どうだろうな。どれがむずいんだろう。プリンは多分簡単だよね。まあ、鬼すずめの難易度によって次やるの決めようかな。あまりに難かったら簡単さんそうなのから行きたい。まあ今んとこな、まあ序盤は無双するからね、この子。あとコイキングだ。コイキングもね、もらってましたね。コイキングはやりたくないな、正直。一応100レベルでクリアはしてるんだよね、コイキングは。まあ、最初から100レベルでやったんだけど。新しいポケモン持ってくれば勝てたよ。うん、そうだね。たまたまとか、たまたまなぁ。ナッシーの時ちょっとタマムシまできつかったんだよな。確か。まあでも、あり。まあ、鬼スズメ次第ですね、やっぱ。いや、つかやっぱほんと防御が弱いなぁ。これ岩タイプどうすんの、こいつ。いや、岩タイプほんとどうすんの、こいつ。勝てないんじゃない。まあ、避けるしかないよね。岩なだれとか、岩落としは命中低いからね。そっか、岩タイプになぁ、やれる技がないなぁ。まあ、不安は募るばかり。いや、でも俺、これさぁ、結局、うん、まあ、やれんなぁって思ったのは、まあ、進化後でクリアしてるわけなんで、まあ最悪ドーピング使えば同じぐらいの能力になるもんね。また覚える技がちょっと違う可能性はあるけど。うん。あれが系のとこ。で、あれが系のとこね。行きましょうか。まあ大丈夫だよね。普通に。あ、かわいい。このベトベターマジかわいいよな。ずっとこのフォルムで行ってほしかったな。はい。つつくね。ああ、急所か。睨みつけるの意味が全くないですね。まあ、はたく、いや、強いな。いや、なんかさっきからコラッタのさ、コラッタにさっき尻尾フローやられた後に、電光石火で20ぐらいダメージ受けたんだよね。やべえなーって思ってます。いや、あと防御がね、良くない、危ない。あの、正直防御低くても、物理技ってそんなにされないから、大丈夫かなぁとは思ってんだけど。うん。あと岩タイプもやべえなって思ったけど、岩タイプの技使ってくる敵あんまいないよね。初代だとね。OK。あ、回復してからでもよかったけど、あ、嫌な音食らってないから大丈夫か。いや、出た、百科な人。いや、ほんとこのドガースいかついよな。いや、あ、これさ、結構ゴルバット、もうやばいけどさ、見た目。このドガース結構やばくない？完全にグレちゃってるもんね。だってドクロの位置や勝手におでこの方に移動させちゃってるもんね。まあ、それか逆さまになって目を頑張って下に向けてるかのどっちかなんだけど。それだとしたらだいぶグロいけど。はい、15レベル。いいですね。いや、やっぱ防御が低いな。素早さ高いのはでかい。左好きね。まあでもこのままでは霞には勝てないな。これでも本当言うこと聞かないポケモンの時どうしよっかな。結構めんどくせえな。進化したからこそ勝ててたパターンは結構あったからね。まあ、あ、どっちから行こう。まあ、霞行ってみようかな。はい、じゃあ行きましょうかね。あー、まあ、でも我慢覚えさそっかな。我慢覚え、いやでも我慢いらねえか。うん。四天王前どっとこかな。四天王で使うかもな。うわー、いかつい。いかついとさきんとですね。鳴き声も結構いらないもんね、正直。あの、12ダメなんだ。結構いけんな。
避ける、さすが。まあどっちがいいんだろう。いやでも俺は乱れ月5回出ることを祈っているけど超音波を食らったのも、はい、あーですよね。はぁ、あ、食らいすぎだろ。わきわかで負けですね。あーつまんない、始まった、始まりそうだ。はい、これだからな、この土佐金と嫌いだわ。強いよな。なんで19レベルもあんだろう。うわ、こっちまだ1匹しか育ててないのに15だよ。え、とかなんかレベル低くねえか、焼き鳥。あれ？なんか低い気がすんだけど。お三家とかさ、あ、外した。3番道路ぐらいで16になんなかったっけ？もしかしてこいつレベル経験値タイプ重め？そんな、いやー、くそ。わきわかじゃなきゃ勝てる。あー、やばい。お願い。よし。3発当てろよ、さすがに。よし、OK、やりました。乱れ月とつつくどっちがいいんだろう。いや、まあ、つつくの方が安定するけどね。つか、レベル上がんねえのか。よし、そしたら霞戦行きましょうか。あのね、君。あのね、から入っちゃダメだよ。急に。あのねってさ。何か否定みたいな言葉なのに。いや、黒引きにエッチ。よし、行きましょう。黒の下着結構好きです。はい。でも白が一番好きです。まあ、てか、淡い色。いや、これはね、もう、乱れ月急所を祈る以外、することがないんですよね、正直。うん。急所！ああ。いや、多分それしか勝てないと思うわ。あの、体当たりなんだ。いや、勝てるわ。でも、ダメージでけえな。ヒトデマン。まあでもヒトデマンでレベル上がりたいよね。やっぱ5回与えれば、いや全然体当たりラッキー。いやー、ラッキーじゃない。よいしょ。よいしょ、出ねえな。2回か。あー、負けたかな。まあそうだよね。さすがに15じゃ勝てねえかな。どうしよう。上から行こうかな。うん、さすがに勝てなそうなんで、まあ、とはいえ、こっちも勝てるかどうかわかんないけどね。あ、名前がアになってる。あ、俺、アにしたっけ？かわいそう。名前、アです。残業じゃなくて、アですね。なんでアにしたんだろう。なんか、寝ぼけて連打してたかもな。いいな、進化しててそっちは。あー、ほらほら、砂掛けだもんな。きめー。いや、キモいわ。だいぶキモいぞこいつ。砂掛け2連打いきなり。いや、勝てないね。どうしよう。どうしよう。この初代はな、それもイカれてるんだよな、ちょっと。21受けた。勝てません。どうしよう。はい。ということでね、カナダジムの海パン小僧で、あ、海パンやろうか。レベル上げましょう。無理ですね。え、とか、本当にちょっとレベル低くないか。なんでこんなレベル上がってないんだろう。乱れ月2回とつつくのさ、見るか。はい。あ、いや、え、そうなの？じゃあ乱れ月のがいいじゃん。あ、そっか。俺勘違いしてたわ。つつくはタイプ1だけどって思ってたけど、ミスズメってノーマルタイプも入ってんのか。じゃあ乱れ月の方が強いね、明らかに。いいですね、16。防御が低い。なるほどね。これはキモいな。踏みつぶしたらベロちぎれそうだね。人でも倒せそう。あー、殻にこもるね。まあいいんだけどさ、急所に当ててほしいよな。じゃあやっぱスターミー戦はどうしよっかな。我慢使うか、睨み、うわ、睨みつけるで減らすか。でも硬くなる使われんの考えたらさ、いや外すなって、外すなって。いやつつくで倒せたな。よいしょ。
優勝出ない限り無理だ。5回やれじゃ。あ、5回やれ。あ、4回。あー、じらしプレイ。なんでそこまで削らせてくれたんだ。はい、まあ、霞行きます、もう。まあ、正直ね、ライバルよりこっちの方がいける気はする。うん。あのライバルちょっとえぐいわ。カナダのライバルだけほんと HP じゃねえわ。レベルミスってるよな、あれ。睨みつけるは一発だけ入れて、乱れつこう。うん。まあ、ディフェンダー使われてもしょうがない。一発分ね。あ、まあまあまあ。まあいいでしょう。急所出るの祈りするしかない。もう。うわぁ、20ダメージ。20か。厳しいなぁ。じゃあ、下あたりね、10ダメでしょ。当てろよー。あ、急所かー。まあ、やるしかないな。はい。まあ、最悪29まで上がれば、ドリルくちばし覚えるんでね。それでやれるでしょう。レベルが16だからな、まだ言うて。うん。まだまだ発展途上。いや、急所かい。結局、急所が多いから辛いよな。あ、間違えちゃった。はい。どんぐらい与える？あ、まあ、急所か。今じゃねえのよ。あむっ、ああむかつく。追い打ちをかけてきやがる。いきますよ。諦めませんよ。どの道これ勝てねえんだよな、スタミンに。どうしようかな。レベルをめっちゃ上げる以外に方法が思いつかない。うん。あとあのライバルがちょっと強すぎるな。でもちょっと傷薬をふんだんに使うほどの余裕はないのよ。やった！チャンス到来。5回いけも5回。ああ。せっかくのチャンスが。これね、どうせさ、スターミーのバブル光線、42以上受けるよね。多分。あ、急所ね、これだよね。え、でもまだあるのよ、これ。相手が初手ディフェンダー、乱れ突き急所5回、体当たり、耐える、乱れ突き急所5回。ほら、来た！予知通りになるかもしれない。急所！あ、急所じゃない2回。真逆だったな。ああ、耐えないよね、そりゃ。まあ、どうしよう。無理だー。無理。ちょっと勝てる未来が全く見えなかったなー。ピン、こっち行ってみる？あ、でもレベル抜いたか。もうめんどくさいな。あ、オッケーオッケーオッケー。砂陰してこない。倒せ、もう。急所。よーい、お前が急所かい。いや、こっちは急所出ないんかい。じゃあ5回やれよ。5回やれよ。4回。ああ、無理だよね。どうしよっかな。いや、でもさっきの電光石火急所じゃなきゃいけたか。うん、いけそうだったね。頑張りましょう。こっちを越えて、うん、ゴールデンブリッジ越えれば、あら、先制すんじゃん。ゴールデンブリッジ越えた頃のレベルになれば、霞いけんじゃないかな、なんとか。あ、ナイス風起こし。電光石火すんな。すんなって。16ダメね。いや、もう倒すしかない、これで。頼む。頼むて。もう一回。あー、オッケー。服じゃ微妙なラインだった。頼むぞ。バカタレ。バカタレだな。はぁ、惜しかったね。まあ、こっちの方が全然、いける可能性がある。っていうか、俺、鬼スズメ、鬼ドリルの時どうやって勝った？霞の頃にはもうなんか、鬼ドリルになってた印象あるな、でも。うん。これ、先制したってことは砂かけの可能性あんのか。あ、ナイス5回。風起こせ！バカ！あー、バカだ。じゃあ、これ、続く2発で頑張った方がいいよね。
わかったれ、うわぁ勝てんのかなぁ。いや、勝てねえよな、これやられちゃったら。あ、オッケー。まあ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 。あ、20レベルね。ありがとうございます。まあ、強いけどさ、このケイシーもいんのか。ありがたいね。レベルは上げれる。いや、このまま倒して、うん、1引かい。さすがのね、耐久性のなさ。あ、なんかすごい、砂掛けをものともしない。え、急所。今じゃねえな。絶句。いや、でもまあ、いけそうだわ。これはいけそうですね。なんとか、早く終わらせてほしいんだけどな。まあ、ピジョンは乱れ好きでしょうね。さすがに。頼みます。転生したってことは砂掛けの恐怖がある。でも風起こしの可能性もある。よーし、ナイス。よし、もう倒せ。5回。やれ。やるんだ。オッケー。やってしまえ。ナイス、来ました、チャンス。いきなり来たぞ。思ったより早い段階で来てくれた。ケイシーありがとう。君のおかげでレベルが上がりやすいよ。テレポートしかないのに。テコだったね。いや、ここはでも続く2発で頑張りましょう。いや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 、また急所なの。いや、でもこれもう大丈夫。先制取れるからね。天候石化での急所も耐えたし、どの道。種節か。あ、すいません。種節にしてました。これわざとじゃないです。これちょっと楽したわけじゃないから。別に意図してないから、俺。お疲れい。21レベル。どんどん上がるな。よし。あとの勝負で勝った。まあ、リザードンでも、ガメックスでもそんな変わんないでしょう。あ、進化。はい。最初だけね。君はその大きい鳥にはなれません。一生なれません。よし、まあ、ゴールデンブリッジはもう前回やったけど簡単だったからいいよね。ではゴールデンブリッジクリアしてから霞戦行きたいと思います。うん、では行ってきます。はい、ゴールデンブリッジをね、終えて戻ってきました。23レベルかな。これでどうなってるかですね。人手満ぐらいには先制できるようになってるとありがたいけど、どうですかね。まあ、とはいえあと5レベルでね、ドリルクチバシを覚えるんでね、なんとかなるっしょ。はい、行きましょう。あ、で、オウム返し覚えました。まあ、ただここでは意味がないけど、先制取れた。先制取れたのに外した。外したー、外したー、外したー。何これ、ひどすぎない？今のはひどいねー。定期の凡戦。あ、これいけそうじゃん。で、体当たり、これいけそうだな。オッケー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 。どうする、どれが正解だろう。いや、でもね、スタミンはもう乱れ突き急所出ないと無理だと思ってるので、ディフェンダー使われちゃうからね。睨みつける入れたところでって感じ。うん。もう、それしかない。あー、バブルは無理です。ワンチャン？ないね。いや、でも結構いける気がするわ、これなら。頑張りましょう。よし。まあ、いい感じでスターミーに行くまでは、これが終わったらダイジェストにしちゃおうかな。とか言っておくと、これ1回で終わらせてくれるんじゃないの？あ、2回か。まあ、2回だったらもう1回乱れ月をやる。3回だったら机倒す。うん。OK、OK、OK、いいですよ。平均取ればいいだけ。体当たり入りとかしてくんねえかな。あ、バブル入りです。どんぐらい？耐えるか。36。うわ、当てろよ。チャンスが。ではスターミー戦だけ行きましょう。よし、行こう。頼ます。あ、まあいい。だとしたらもう急所出すしかない。おい、外しすぎだって。ムカつくな。お前は急所出すんかい。あ、でもこれは全然あるよな、普通に。まあ、てか命令聞いてるから全然余裕だわ。ほら、全然あるもん。
あ、ほら、体当たりだし。勝ちに行くこれ。勝ち行こうかな。よいしょ、ああ。勝ち行くっつっても、体当たりをされないとダメ。ああ、無理でした。まあ、そうよな。でも、全然いけそうだな。これはチャンス。倒せ。あ、オッケーナイス。HP 満タンでいけた。乱れ好きディフェンダー、乱れ好きでしたね。お願い。オッケー、あり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 。じゃあ、5発当てよう。あー、なし。なしじゃん。あー、はははは。あー。せっかく HP 満タンだったのに。ムカつくなー。よし、体当たり一発しか受けてない状態でのスターミー。ほい。まあいい。勇者やめろよ。うん。これなら、あー、でも全然与えねえな。5回。あー、まあいい。じゃあ、急所。急所乱れ好きでいけるんだ。いけるんだよ。あー。ダメか。5回やろう、じゃあ。あるんじゃない？ある、あー。バブルー。はい。よし、オッケー。今じゃねー。今じゃない、急所足してきたなぁ。急所が出るときっていうのは大体連発してくれる。行きましょう。あー、まあまあまあ、急所じゃなくて耐える。連発ってそういう意味じゃないよ、オッケー。おぉ。急所乱れ好き5回で倒せるぞ、でも。はぁ、つまんなーい。どうしよう。いや、もう絶対無理だもんなぁ、これ。はい。チャンストライ。チャンスが来ました。HP 満タン状態。頼みます。なんでだよ。いつも体当たりか水鉄砲じゃん。よいしょ。あー、まあね。じゃあ5回。うん、5回。5回あるのでは？あるのではないか？おお！ 4 回でいけるぞ。やれ！あ、あー、惜しかったな。来ましたよ、また。乱れ付き5回やってくれた。なんてバブルなんだ、HP 満タンだと。え、もうそういう AI なのかな？だとしたら勝てんぞ。いや、でもまだわかんない。体当たりかもしんない、次が。はい。あー、いや、ワンチャン耐えない？あー、耐えない。夢見すぎでしたね。よし。またチャンス来たよ。もう終わろう。バブルやめろよ。いや、バブルなんかな、やっぱ。HP 満タンだとそうなっちゃうのかな。急所そろそろいいんじゃない？あー、急所がマジで出ない。乱れ付きの。ここで出んのか。ディフェンダーの後に。な。ああ。また2回。いや、体当たりならあるんだよな。次も体当たりならいける。おー、来ました。いや、いや、緊張の一瞬。あー、体当たりならいける。バカたるがー。急所。いったと思った。超チャンス到来。HP 満タンな上にレベルが上がる。はい。まあ、先生は、俺、体当たりあんじゃん、やっぱ。うわーい。なんで外すんだよー。よいしょー。じゃあ、5回やってくれー。頼むー。もう、熱が、知恵熱出てきてる。知恵は使ってないのに。あー、まあ、耐える耐える耐える。急所じゃなきゃ耐えるよね。まだあるよ、全然。よいしょー。あー、じゃあ、まあ、4回ぐらいやってほしい。あー、オッケー、ある。あります。ない。急所さ、晴れてきたな。一回ご飯食べたいな。はい。あー、急所出ないね。もうちょい出てもいいんじゃないかな。たけし戦では5、6回出たのに。あ、5回じゃん。いける。え、いけんじゃない。当てろよ、絶対。はあ、ふざけてやがる。ふざけてやがるわ。この野郎、このクソが。本当に焼き鳥にするぞ。
決めてくれー。疲れたー。あー、もう疲れたよー。あー、もうあー、ムカつくー。あ、今の。そろそろ頼むよああ、まあいいけど。倒したらご飯食べようって思ってから30分ぐらい経っちゃったな。腹ペコ。お風呂も入りたい。空気読んでくれ。よいしょ。よっ、急所3回は当てろよ。4回当てろ。じゃあ倒せ。ああ、すぐでいけるか。いけるね。急所でも耐える。やれ。はい。あ、やったー。枯れたわー。くそ疲れた。待ち捨てもこれやんのか。はい、やりました。ようやく霞だ。まあでもこれは多分あれだよね、普通に進化させてる時もこんぐらいかかったんかな。覚えてないな。はい、まあそんな感じで今回この辺りでね、終わろうと思います。うん。まあ、進化しないバージョンのニスズメ、よかったらよろしくお願いします。はい。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。